んこんにちはちでですすお久しぶりですちょっとお久しぶりかな。皆さんどうですか体調とかはねなんかコロナ騒ぎが落ち着いたかなーって思ったらまたこう盛り上がってきちゃったりとかしてねちょっと不安もあると思うんですけどなんかそうねお出かけもなかなかねするのにもできなくってちょっとね気がまいっちゃう方もいるかなと思うんですけどあのうん。 元元気元気で私もな皆さんにいっぱい元気分けられるように頑張って作品書いていくんでよかったら絵を見て少しでも元気を出してもらえたら嬉しいなって思います。はいということであんまりね長々とするといつも趣旨から外れてしまうので早速作品紹介に行きます。はいえっ、ー、と今回はじゃーん大きいんです結構見えるかな。 こんな感じです。結構大きいんですよ。えっと今回の作品は A3 サイズで、えー、っと鉛筆画ですね。はい、あの今、ー、まで結構あのイラストっぽいっていうかあのー、ふんわりとした柔らかい雰囲気の作品をちょっとあのー、皆様にお手と受けしてきたんですけど。 そうですねもともとはアートがすごい好きであの昔というかねあのちょっと画風最近変わってて前まではもっとこうちょっと芸術っぽいというかなんかあのもっとあのそうですねリアルな感じのやつを描いたりとかしたんですけど。 ちょっと久しぶりにこうじ自分で自分の中を問いただして皆さんにこうふんわりとした優しい雰囲気の作品を楽しんでもらいたいなって思う気持ちもあるんですけどやっぱりこの自分の中から出てくるなんて言うんでしょうねなんか根本的なものみたいなものを表現したいっていう気持ちもすごいありまして最近結構悩んではいたんですよ。で、あのかかきたい っっていう衝動だったんですかねわかんないんですけどすごい苦しくってでもう、うん書きたいなら書いちゃおうかなって思って書かせ書きましたはい書きました。でねあ,のあんまり作品の解説自体しちゃうと面白みがないかなというか。 こういう作品ってこう見ていただいた方がどういうふうに捉えるかその世界観を自分の中でどういうふうに消化していくかがすごい面白いのかなって思うんであえてあんまり解説はしないようにはしようと思うんですけどえっ、ー、と一応ちょっとだけちょっとだけ言うとこれはあのー、心の中の心中私をかけましたえー、っとねあの女の子同士がなんかイチャイチャしてるんでちょっとなんかあの あのそういう感じなんかちょっとレズっぽい感じかなみたいなユリっぽい感じかなみたいなふうに思われる方もいるかなと思うんですけどちょっと違うんですよあの普通にあの私女の子はお友達としてしかい,いません <laughs> そういう意味じゃなくてはいあのー、なんだろうなうんあの自分割とストイックなタイプなので自分で自分をこう制御しようとしちゃうところがあってねあのー、そうですねなんかあの 自分を自分で傷つけるわけじゃないんですけど結構抑制すすることが多いんですよでよそれで結構苦しくなっちゃうこともあってでそれをすごいあのここ最近葛藤があってでそれをねあのもうどうしても外側に出したかったんですよあまりにも苦しくて。でももやっぱもう外側に出す って言ったら作品に出すしかかななくってでなんかねもしかしたらあんまり皆さんお好きな感じじゃないかなっていうかあの、ね、ちょっといつもと違ってふんわりともしてないし結構ちょっとなんかあの何、うん、て言うんだろうな生々しい感じもちょっとあるんであんまりお好きじゃない方もいるかもしれないなと思ったんですけどどうしても自分の内側にある何かこうね核となるものを外側に出したくって。 今回は書いた作品です。なのでね、もしかしたら好き嫌いがちょっと分かれちゃうかなとも思うんですけど、それでもあのー、自分の中であの伝えたいこととかちょっとなていうかあ外側に出したいことを作品にあのコメントなので、あの気に入っていただけたら嬉しいなって思ってます。大きいですね、結構 A 3サイズです。いつもの倍くらいのサイズになります。はい。でもう一もう一つというかもう二つあるんです。 じゃん今回は2作品ちっちゃいポストカードサイズの作品も作りましたえっとこっちのアート作品もそうなんですけどポストカードサイズなんですけどちゃんとあのトリミングしてこうやってあのさちょっとポストカードよりも大きく裁断してるのであの額とかマットに入れて飾っていただくこともできます なので、あのー、これからちょっと何でこういうのを描いたかっていうとやっぱりこう原画を 手に取ってみたいというか原画をね一回こうお家に飾ってみたいけどなかなかこうお値段的にもとかをねなかなか手が出しにくいって方もいらっしゃると思うんですよなので今回はこうちっちゃいポストカードサイズお試しということであのー、今まで原画買ったことないとかアナログ作品買ったことないけどちょっとあのー、手に取ってみたいなって方にあのー ね、あの機械としてそういう機械としてあのー、買っていただければなっと思いましてなのでこれからちょっとずつこういうちっちゃい作品も、あのー、いろんな方に楽しんでいただくために書いていきたいと思ってるんでよ,きよろしければ是非、あのー、ヤフオクに出品させていただくんで入札お待ちしてます。はい、でちょっとだけお伝えしたいんですけどあの, <laughs> あの私今さっき気づいたんですけどこちらの作品あのー あれなんです。あの浮き輪になったね、そう夏両方ともこうね夏のバケーションを楽しむ天使ちゃんたちっていうことで書いたんですけど、あのこっちの作品は問題ないんですよ。普通にあの普通の紙に書いてるんですよ。こっちも同じ紙には書いたんですけど、ちょっとねあのあれなんですよ。あの失敗した作品を書いたらし いい紙の裏に書いちゃったんですね、私。全然気づかなくって。 ついさっき動画撮る前に気づいたんですよ。なので、本当に申し訳ないんですけど、一応こちらの先もね、せっかく作ったんで、出品をさせていただくんですけど、ちょっとこの裏に、あの、なんか作品、書きかけの作品があるの、承知で、あの、ご入札いただければなって思いまして、ちょっとなーり作品として出品させていただきます。本当に申し訳ないです。せっかくね、あの、夏楽しむ天使ちゃんたち、こう、せっかく書いたんで、あのね、楽しんでいただきたいなと思うんですけど、ちょっと ちょっとね、私本当とによくドジやってこ,こ,こんな感じでちょっと書き書いてる途中の先の裏に書いちゃいました <laughs> すいませんなんでこちらはそれだけご了承して入札していただけたらありがたいなって思います。はい、といととうことで 今回からはそうですね。ちょっとだからアート作品も描きつつ皆様に手軽に楽しんでいただける、こうちっちゃいサイズの作品も描いていきたいと思いますので、ぜひ、あのー、ヤフオクにてご入札お待ちしてます。はい、近日中に出品予定です。ということで、皆さん体調には気をつけて、そっちでした。またね